気持ちよかった実はお風呂って苦手だったんだよねこの羽って濡れたら乾くまで結構時間がかかっちゃうしそれに水を吸っちゃっては重いし今だから言っちゃうけど子どもの頃なんか3日に1回とかしか入らなかったんだよねまあでも今はそんなに苦手でもなくなったかな。 なんでだと思ううふ、<laughs> なんてね。さてと、もういい時間だし、そろそろ寝るかい君の顔、そろそろ寝たいって顔をしてるし。だいたいわかるよ。こうして付き合ってから長いからね。君の考えていることは手に取るように、うわ。 言い過ぎかな。でもそのくらい分かってるつもりだよ先に布団に入っててくれるかい電気消してくるよ隣入るねんどうん <laughs> 今日で何回目だっけ 添い寝するの。僕が夜勤の時だったり以外はほとんどこうして一緒に寝てるからうん何回くらいだろうね分かんないやでもそうだね数えきれないくらいかなこうして添い寝して眠くなるまで明日の朝ごはんのことについて話したり 今度のデートのことについて話したり、それでちょっと熱中しちゃって、夜更かししちゃったり。他のカップルはどんな話をするんだろうね。案外僕たちとそんなに変わらないのかな。<laughs> ちょっと気になるね。そういえば、職場のハーピーの子は、 恋人と添い寝をするときによく耳元にささやいたりするんだって好きだよとかいつもありがとうとか愛しているとかまあその子は恥ずかしくて相手が寝た後にこっそりしているみたいだけどねする耳元でのささやき合い 君って耳元でささやかれたりするのが好きだろう僕ならその子よりもかっこよくささやけるよどうだい <laughs> 決まりだねそれじゃあまず右耳こっちに向けてくれるかいん ありがとう。それじゃあ、行くよ。 どうしたんだい僕のこともっと好きになっちゃったかなまあ無理もないよ。僕ってかっこいいからね。僕のことを何度でも好きにさせてみせるよ。とさすがにナルシストすぎたかな。<laughs> さあ次は君の番だよ。僕にささやいてくれるかい そうだな。愛してるとか、かっこいいとか、言ってほしいかな。かっこいいって普段よく言われるけれど、好きな人から言われてみたいなって。お願いしてもいいかいうん、ありがとう。それじゃあちょっと待ってて。左耳そっちに向けるから。 <laughs> 君の息が耳に当たるねむずがゆいやそれで君はどんな言葉を言ってくれるのかっこいい愛してるさっきはああ言ったけど君からの言葉なら何でも嬉しいかなそれじゃあうん うん。<laughs> ありがとううんいろいろと身構えていたつもりなんだけどいざ実際に言われると <laughs> 照れちゃうねでもこうして言葉にしてもらうというのもいいねなんか安心するよ <laughs> 僕って結構承認欲求が高いのかな もう一回言って欲しくなっちゃった。今度は、そうだな。君のことが好きって言ってほしいな。いいかな。うん、ありがとう。じゃあ、いいかな。 僕も、君のこと好きだよ嬉しいな君からそう言ってくれてなんて僕がそうお願いしたんだけどねでも君の恥ずかしそうな顔が見れて満足かな <laughs> このままハグしよっかもうちょっとだけこっちに来てくれるかい ありがとう。あそのまま動かないでね怪我をしちゃうかもだからん <laughs> こうしてハグをするのも慣れてきたかなこの鍵爪で傷つけないようにするやり方がだいぶ分かってきたよそれでも万が一があるからね これからも十分に気をつけるつもりだけど、この鍵爪のせいで家族とも抱き合えなかったからさ。子供の頃に一度母にハグをしたことがあるのだけど、鍵爪が背中に食い込んで大変なことになっちゃったからね。実は最初、君にハグをするのは、 すごく怖かったんだ。でも我慢できなくなって今思い返しても君に怪我がなくて本当によかったでもそれから僕がしてほしいって時は君からしてくれただろそれでだんだんと君とハグをするのが怖くなくなってきてね 今じゃこうして耳元に囁いたりできるくらいにはなれたかな <laughs> 突然ごめんね君期待してそうな顔をしてたからうん僕の気のせい本当かな <laughs> 僕ってさ ちょっと自信過剰なところというかさ、かっこつけなところがあるというか、もっと女の子っぽく、なんて、君と付き合い始めた頃はそんなことを気にしてたんだけど、でも君、僕のそういうところも受け入れてくれたでしょまあ、たまに微妙そうな顔をするけど、あ、でも、 調子に乗って嘘をついちゃうところは直したいかも、なんて。あのさ、実はさっき、一つ嘘をついてて。さっき職場のハーピーの子についての話をしたでしょそれでお互いに寝る前に、耳元でささやき合う、みたいな話。 ハーピーの子は本当にいるんだけど、そういった話はしてなくて、つまり、その、僕がしたいだけだったんだ。耳元で囁き合うの。その、君の照れた顔が見たいなって思って、ごめん。あ、 もう、そんなに呆れた顔をしなくてもいいじゃないかうんでも嬉しかったな君がささやいてくれたの明日仕事中に思い出してニヤニヤしちゃいそうだ <laughs> <laughs> うんだいぶ目がとろんとしてきたねよしさっきの罪滅ぼしってわけじゃないけど 君が寝るまでここで起きてるよもしまだ何か話したいこととかがあったら何でも話してねえもう寝たかなああははごめんちょっと気になってそうだよね話しかけたらせっかくの眠気が覚めちゃうよね 寝たんかいああそのやっぱり一緒に寝たいなって思って僕も一緒に寝てもいいかなうんありがとうそれじゃあおやすみまた明日